西平和大橋は、広島県広島市の本川に架かる道路橋。ここより東にある平和大橋とは、対の関係にあり、戦後の歴史及びデザイン構想など詳細は、平和大橋の項目を参照。平和大通筋に架かる橋であり、広島平和記念公園の南西側に位置する。関連する石踏みなどは、平和大橋と対になる位置にあり、川のほとりに、本川の由来を記した石踏みが建てられている。西側に、緑大橋、上流側に本川橋、下流側に中島神崎橋がある。西詰めには、中国新聞本社ビル、少し行くと、広島電鉄江波線が通る寺町通りへと続く。最寄りの駅は、広電土橋停留場。もともとこの地に架けられていた、新大橋が1945年に原爆被災及びその後の水害により落橋してしまったため、1952年に架け直されたものである。なお新大橋は、河野文代の漫画作品、夕凪の街にヒロインが川にぎっしり浮いた死体を目撃した場所として登場する橋である。独特な形状を持つ欄干のデザインは、日系アメリカ人彫刻家のイサム・ノグチによるもの。2002年から平和大通リニューアル事業を市が推進。その一環として架け替えが検討されているものの、1橋あたり50億円近くかかると試算されていることから、なかなか進まないでいる。この橋は戦後すぐに架けられたものであり、当時の公共では一般的であったリベット溶接が採用されている。これに対し、平和大橋の方は戦後初となる全溶接公共となった。また、橋長は西平和大橋の方が1景観分長くなっている。反省時代、防犯のため城下には架橋規制が引かれており、西部や北部から広島城への道は本川橋から元安橋を渡る西国街道ルートのみであった。明治時代になり、規制は解かれ、1873年、新大橋という名の木橋が中島新町から本川を挟んで対岸の西地方町に向かって新たに架けられた。ただこの橋は1919年7月洪水により部分破損してしまう。1922年に鉄筋コンクリート桁橋として架け替えられた。西詰めに消防団詰所があった。1924年、傍らに市の東西を結ぶ重要な水道橋が竣工した。1945年3月末から4月、頭までの間に、新大橋西詰から江波線電車道路まで、道路の南北両側に面した建物を強制疎開して、道路の幅員を拡大していた。同年8月6日、被爆、両方の鋼欄が川に落下したものの、落橋には免れ通行はできた。数日後、この橋から西へ広がる建物疎開で広げられた道路に死体が並べられ、その多さからこの橋の上にも続いた。なお水道橋も被爆に耐えている。同年9月に上陸した枕崎台風と、同年10月の阿久根台風による水害により、本川が相次いで増水、本川橋、住吉橋とともに落橋してしまった。詳細は平和大橋歴史を参照。戦後。丹下健三による計画に基づき、爆心地区の中島地区を平和公園とし、市街地の東西を貫く、戦時中の建物疎開対象地域を平和大通として整備する構想の一部として、この二つの橋の架橋が計画された。新しい橋の名称は、一般公募によって決められた。1973年10月、水道橋は撤去された。1953年の完成から、すでに半世紀以上が経過し、欄干の低さのほか、前後の平和大通りに、公園、緑地帯を兼ねた幅広の歩道があるのに対し、両大橋部分の歩道は、幅が 1.8 メートルと極端に狭く危険で、車道部分の車線も2車線しかなく、1車線あたりの幅も狭くなっており、渋滞が多発していたため改築も検討されたが、ひとまず歩道橋を先に架橋することになった。平和大橋から先行して進められ、この橋と西隣の緑大橋もそれに続く予定である。2011年1月、物損事故により2本ある欄干のうち上部 3.5 メートルが壊れ、平和大橋、西平和大橋の2橋竣工以来初めてとなる欄干破損となった。同年6月に補修されている。ありがとうございます。